フーガドール・スミダは東京都墨田区をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブ。クラブ名は FU イコールフットサル、G イコールグローアップ、A イコールアソシエイトとスペイン語フーガドを合わせた造語。フットサルと共に成長する仲間たちという思いが込められている。また、墨田で生まれた葛飾北斎の富岳36系の音も含んでいる。 2001年、ボツワナとして、木村康二をはじめとする東京都立、駒場高等学校サッカー部 OB によって結成され、間もなく、行政高校サッカー部 OB も合流する。2002年より、オフィシャルリーグに参戦、東京都オープンリーグで優勝、2部リーグ昇格。2003年、東京都2部リーグ優勝。2004年、東京都1部リーグにて11連勝の末優勝。 関東リーグ参入戦にすべて勝利し、関東フットサルリーグ昇格を決める。2007年、クラブ名を、フーがメグロに変更。ブラジル遠征を行う。第14回全日本フットサル選手権大会では、F リーグに所属する、バルドラール・ウライアス、デウソン・神戸・名古屋・オーシャンズに勝利して優勝した。2009年、活動範囲の東京都23区内への拡大に、 伴って、クラブ名を、フーが東京に変更し、墨田区に拠点とした。目黒区には、F リーグ参入条件を満たすアリーナが存在しない、ことが、この解明の背景にあったとされる。同年、関東フットサルリーグ3連覇を達成。2011年10月に、墨田区より、ホームタウンスポーツチームとして、正式に承認され、2012年に、 クラブ名をフーガ・スミダに変更。日本フットサル連盟及び日本フットサルリーグより F リーグ準会員として承認される。2013年11月の日本フットサル連盟理事会にて2014から15シーズンからの F リーグ参入が認められる。2014年、クラブ名をフーガ・ドールスミダに変更。2018年1月18日、 F リーグが2018から2019シーズンから二部制を導入するにあたって新設される F リーグディビジョン1へ参加することが決定した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。演じ、ありがとうございます。